本日は、早くから、お越しいただきありがとうございます。水拳対決シリーズ毎月、やってるんですが、秋となるとですね、もう3年ぐらい続けてですかね、新根室関連の、イベントをやっておりまして、今年も、明日ですね10月23日、3年ぶりの、東京公演が行われるということ、になっておりましたので、まあこちらで、交通費をかけることなく新根室の、メンバーを、東京に呼ぶことができるという完全に便乗でございますね。便乗、商法によりまして、今日この、前夜祭という形で、行うことになりました。鈴木健対決シリーズ、いつも MC やっております鈴木健です。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、大丈夫でしょうか。はい、あ、こちら、はい、今何かがジャラジャラジャラという音が画鋲ですね。はい、画鋲ですマッチになりました。何でしょうか、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダに画鋲デスマッチをやれというこの方からのお告げでしょうかね。はい、本日はですね、サムソン宮本さんに楽しんでいただくイベントということを、心がけておりますので、前編こちらの方にちゃんと見ていただこうというわけでございますね。神様になっておりますね、この後ね。はい、でこの後行われます、公開調印式もちゃんと立会人として、サムソン宮本さんに立ち会っていただく形で、調印式の方を行いたいと思います。明日行われます、世紀の対決と言いながらもう4回目のシングルマッチなんですけども世紀の対決、アンドレ・ザ・ジャイアント対スターハンセン、あ、スターハンセンじゃねえスターハンセン呼べたらいいけどな、スター小林の、公開調印式、そしてその後明日、東京公演に出場いたします、新根室のメンバーの皆様に、明日の関しての意気込み等を聞くという、第1部になっております。そして第2部は、同じく、新年室プロレスの、選手の皆様によりますトークライブと、そしてその後に、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダの単独トークイベントということでございまして、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダがこうトークライブを行うっていうのを今まで見たことがないという方いらっしゃいます。今まで一度も見たことないという方、あ、結構いますね。そうですか。まあ、どうやって喋るのかって話になりますよね。はい、なので何があっても、文句言わないでください。はいはい、そういうものだと思って楽しむのがこの、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダのトークライブでございまして、そこで何かしらこうクレームを入れるとですね、全ての物事が成り立たなくなりますので、寛大の目でご覧になっていただければと思います。はい、それでは、本日はですね、ニコポロさんと、あと北海道からもこの公開調印式のために、まあ、公開このためにじゃなくて明日がメインなんですけども、ちゃんとマスコミの皆様もちゃんといらっしゃってる中で本当の公開調印式が行われますので、はい、ちゃんと調印書もね用意されておりますので、ここに調印しなければ明日のシングルマッチは実現しないわけでございます。はい、なので無事、2人というか1人と1匹、ちゃんと無事、調印していただきたいなというわけでございまして、そのためにはやはりこちらの方に立ち会っていただくと、いうことになっております。はい、それでは、早速いきたいと思います。ただいまより、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ対スター・ハンセンの、公開調印式を行います。はい、ここが拍手ですね。がないと、ほら2人のシングルマッチはあまり見たいっていう感じがこっち来ないので、見たいぞっていうのをこう、ね、拍手でいただければと思ったわけでございます。さあ、そんな中まず、初めに入場してまいります、スタン小林選手の入場ですされてるんですか。はあ、ため息。
日本はマスクしなきゃいけないからきつい。ああ、そう、あのテキサスからね、やってきたばかりですからね。そうそうそう、はい、その辺の話もちょっと後ほど。空港着いたら瞬間マスクしろって言われて、本当に。いや、日本はまだそういう国でございます。ね、本当に。はい、では続いてでございます。アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダ選手の入場です。座れます？もうちょい右行けよ、もうちょい右。あなた足されますね、もしかすると。もうちょっと右行けよって言ってます。俺これでも160キロあるんだけど。どう見てもこっちの方が重いですよ。500キロですから。500キロ。550キロぐらい今ありそうですよね、これ。張りが違う。張りが違う、そうです。いぶきが聞こえますね。怒ってる、怒ってるよ、なんか怒ってますよ、怒ってる。それはもう臨戦態勢ですよ、やっぱり怒ってる。はい、というわけで、両者、壇上に揃いました。はい、それではですね、まず、スタン小林さんから、まあ、はるばるテキサスからやってきたということでございまして、はい、日本の、ボーイズの皆様にまずちょっと今日お集まりいただいた皆様にご挨拶をお願いいたします。本日は調印式ということで若干軽い気持ちで来てたんですけど、こんな超満員だと思ってませんでした。サンダル巻きで来てるんだったら、よほど軽い気持ちで来たんですね、今日ね。いや、一応ブルーローバー持ってきてます。ブルーローバー持ってきてます。しかも時計しっぱなしじゃないですか。時計、これ、メイドインジャパン。おいくらですか？ G ショップ。おいくらですか？88,000円。88,000円。おお、大手出た。アンドレザさんに奪われないように気をつけてください。 G ショップなのにスマートウォッチ。あー、なるほど。結構いいやつです。結構いい。そんな結構いいやつをこの調印式に。だから、ここ一番だから。なるほどね。光るよ。あ、ちゃんと光るよ。あ、ちゃんとそれはこう写真に入れたいわけですね。入れたいわけ。なるほど。88,000円買ってるから。はい。88,000円買ってるから。テキサスからやってきたのに88,000円で買ってるんですね。日本円で。一時突っ込まれてください。あ、日本語の時点でおかしいですよね。というわけでございまして、スタンプ小林さんでございます。ありがとうございます。さて、それでは、アンドレザさん、今日お集まりいただいた皆様に、ご挨拶をお願いいたします。喋れるか。喋れます。はい、今日は皆さんよくお越しいただきましたと。で、3年前に、ここであの前夜祭やろうとしたんですけど、それが台風で中止になったので、まあ、3年越しに皆様にお会いできて嬉しいですと言っております。はい、いやということがもう監督も早くにお客さんの心を掴んだような言い方。俺呼んでくる、ただうなってるだけなんで。いやいやいや、いや、あの時計自慢してる人間とちゃんとお客さんのことを考えてる動物との違いが今出ましたよ、今。はい、大丈夫ですか？頑張ります。はい、ってなわけでございまして、はい、じゃあ頑張って調印してくださいよね。はい、ではですね、
早速でございますけども、調印に移ります。じゃあ調印、署名する前にですね、この、調印書が正式な調印書であることをですね、立ち会い人の、サムソン宮本さんをお越しいただいておりますので、サムソン宮本さんに、こちらを読み上げていただきます。はい、どうぞ宮本さん。アンドル・ザ・ジャイアント・パンダ対スタン・コベヤシ調印書、令和4年10月23日新木場ファーストリングにて開催。サムソン宮本3回忌メモリアルにおいて、立ち合い人サムソン宮本立ち合いのもとシングルマッチで対戦することをここに同意いたします。はい、ということでまして、ちゃんと立ち合い人が読み上げたということは、これ正式な、調印書ということになりますね。はい、ちゃんと来てますね宮本さんね、今ね。はい、では、この後ですね、はい、じゃあ早速調印していただきましょう。では小林さん、はい、まず小林さんの方からこちらにサインを、上ですね、こちらにお願いいたします。はい、はい、それでは、続きまして、アンドレザジャイアントアンドレザジャイアントパンダさん、署名の方お願いいたします。はい、ペンを持ってちゃんとペンを持ってください。で、ペンを持たないと署名できないですよね、スタンさんね。 This is a pen! This is a pen! 洗い中みたいなの出てますよ。 This is a pen! はい、 This is a pen! はい、あ、この手だとちょっと動物の手だとペン。 This is a pen! はい、ということは小林さん、これ署名できないですよ。あ、けど埋もれちゃって書けないですよね。手首が返らない。これどうします、署名できなかったら。署名できなかったら俺で不戦勝でしょ。まあそうですよね、不戦勝でしょ。はい、明日の試合の前にもこの時点でもう不戦勝でしょ。署名できないかったら不戦勝でしょ。いや、どうします、これこのままだったら不戦敗になりますよ、アンドレザさん。なんか怒ってる。あ、何、あ、他のやり方があると。あ、サインはできないけども手形を押すって言ってますね。手形、手形、はい、手形をサイン代わりと。手形押せるんですか。なんだ、あ、手だ、あ、死肉だ。できんのか、おら、おお、押した。ついてます。いや、ついてないよ。ついてないですよ。大丈夫ですか、押せます。さあ、死肉を塗りたくてますね。おいす、ついた。正直ついてないと。さあ、3度目の正直。さあ、なかなか、ああ、そうやった方がいいですね。はい、そうやった方がいい。ぎゅーっと、ついた。このあたり。はい、お次、これ、どうですかね、立ち会い人の宮本さん。これあのサインじゃなくて手形ということで、これをサイン代わりとアンドレザさんおっしゃってるんですけど、立ち会い人としてはどうでしょうか、これ認めます。認めます。あ、認めると。あ、認めるというのは、これはサイン代わり認めると。それが不正勝じゃないですよ、スタンさん。まあ、俺も新規までやりきってきてるから、はい、まあ、不正勝っていうよりね、はい、来たからには明日試合やりたいからね。まあそうですよね。まあ認めざるを得ないですから。先輩で勝ったところで嬉しくなったんですもんね。はい、というわけでご覧のように、小林さんとそして、アンドレザさん、非常に薄いんですけども、かろうじて赤いのがちゃんとここに、はい、なっておりますので、これで調印終了でございます。明日、また台風でも来ない限りは明日無事行われると。明日の天気は、明日の天気一応晴れですね、東京地方は。はい、はい、大丈夫ですね、大丈夫だと思います。はい、はい、それでは、これからですね、マスコミさんからの質疑応答ということでございますので、マスコミさんの方から、2人に聞きたいことがあれば、ちょっと、質問投げていただきたいなと思いますけども、はい、媒体名とお名前をお願いいたします。あ、今手、はい、媒体名をお願いいたします。北海道文化放送の堀と言います。モーターで全然聞こえないですね。けど、OK です。北海道から来ました。
今回の対決、今まで何度も戦ってますが、お互いどのような気持ちで戦われるんでしょうか。はい、今質問出ましたけど、過去この2人はシングルで3回やっておりまして、アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダの2勝1無効試合と、いうことで、負けなしでございますね。スタン・コバヤシさんは3回やってるんですが、まだ一度も勝ててないというわけでございます。それを踏まえて、今回の試合、どのように臨みますかという質問です。それではまだ一度も勝ってないスタン・コバヤシさん、どうぞ。まあ、日本風に言うと背水の陣だと思ってます。背水の陣、はい、はい。まあ、自分もね、パンダ以外には負けてないんですよ。パンダ以外には負けてない。パンダにしか負けてない。っていうか、パンダでしかやってないでしょ。いや、実は、あの、大日本の地方工業とかちょこちょこだから。どういった相手と。いや、普通に、普通に、あの、例えば、アブドーラ小林がだるいなっていう時、はい、っていう時に、普通に大日本選手とやってると。大日本でやって、普通に吉田のやつに勝ってるんですけど、パンダ以外で動物との対戦経験は、対戦経験は。いや、パンダだけです。ああ。はい。まあ、そこだけがどうしても勝てない。そう、パンダだけが勝てないで、もう背水の陣の気持ちで、はいはい。何か秘策はございますか。秘策、まあ、普通のラリアットで倒れなかったんだね。まあ、そうですね、はい。まあ、ウエスタンラリアットに、まあ、磨きをかけたウエスタンラリアット、うん、このコロナ禍の間に開発してますんで、磨きをかけたウエスタンラリアットで。なるほど。思います。で、今までのラリアットとは一味も二味も違うものは違うっていうのを見せてやろうと思います。それで勝てるということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、アンドレザさん、過去2勝1無効試合と、うなってるだけだよ、さっきから、はい、負けていないんですけども、明日の試合に向けてどうでしょうか。はい、はい。おうおうおう、大きく出ますね。おうおう、なるほど、はい。担当直入に言ってました。テキサスの稼ぎになると言っております。元ネタ分かってんのかよ。俺が言った言葉じゃねえか。俺が言った言葉じゃねえか。不沈感の方が、あの、テキサスの暴れ馬に対し、テキサスの化石となれと言ったの。パクってんじゃないよ、お前は。パクってんだろ。時代がほら巡ると、自分が言った言葉がやっぱ自分に返ってきますね。パクってんだろ。はい、テキサスの化石にしてやると言っておりますが、さあ、それを聞いて、テキサスの化石になるわけにいかないですよね、小林さん。これで何と答えればいいんだっけ。何と答えればいいんだっけなんて、そんなものは決まっておりませんので、自分のここは瞬発力でお願いいたします。フォーエバーって言えばいいの。フォーエバー、いや、どうかな。フォーエバーでいいのかな。フォーエバー違う。フォーエバー、フォーエバー違う。永遠にってことですか。そう、スタンコバシは永遠だよ。スタンコバシは永遠だ。あ、化石になるわけがないと。化石になるわけないよ。スタンコバシは永遠だと。そう、これが、なんであなたの声エコーがかかってるんですかね、これね。20万円でなっちゃう。いや、こっちがエコーかかる。ちょっとエコー下げていただければ。なんか、あの、元ヘアタのジャガーさんみたいにこうエコーがかかってますね。はい、はい、ということで、一方はテキサスの化石になると、そしてそれを言われたスタンコバシさんはフォーエバーだと、そのような答えでございます。よろしいでしょうか。はい、あと何かございますか。あと、この、まあ、ね、前回はあのラジャ君の因縁がありましたけど、ラジャ君も大きくなりましたし、あと、この方が強いでいると思います。今回の試合に対して、なんかラジャ君に伝えたいことを。あ、すいません、ちょっと聞こえないので。本当に聞こえない。本当に聞こえないので、前の方に来て言っていただくと。あ、マイク、ありがとうございます。はい、じゃあマイクで、はい。まあ、前回の対戦のあたりは、まあ、ラジャ君がまだ幼かったこともあると思うんですけど、はい、今回大人になって、まだ子供ですけど、まあ、物心ついたラジャ君が初めて見る試合だと思いますが、お互いなんか興味深いなものはないでしょうかね。ラジャ君。ラジャが、まあ、物心ついたということで、ちゃんと試合見れると思うんで、はい、なんかそれについて、あの、お二人なんかラジャ君に見せたいものがあります。ラジャね、はいはい、あなたが一回、あの、誘拐したラジャですよ。割とまあ成長したわけでございますけども。お、3歳、4歳3歳ですかね、うん、3歳ぐらいですね。あ、3歳なら、ね、だからお父様がプロレスラーってこと分かってるから、はい、今日誘拐のことは覚えてないでしょ。いや、どうすかね、意外と覚えてるかもしれないですけど、今日誘拐してもちゃんと飯は食わしたからね。いや、それはあの、言い逃れすぎないですね。犯罪は犯罪ですから。はい、ツアー中、金ないのに飯食わしたんだよ。ツアー中って大体金なくなりますよね。そう。だから、根室だっけ、はい、根室から新徳の移動中とか、はい、本当に若手に飯食わさなきゃいけないし、あのラジャにも食わさなきゃいけないし、2倍、3倍かかったんで、食費が。じゃあ、何のために誘拐したって話ですよ。あ、だから、こいつに火をつけるため。ああ、要するに投資を、そうそうそう、みなぎらせるために、あえて犯罪行為に及んだと。まあ、レスラーだけど、はい、所詮パンダだから、うん、まあ、言ってしまいましたね、所詮パンダだから、はい、
俺より笹に興味あるらしくて、うん、で、まあ笹の次に大事なのが自分の子供っぽかったんで、はいはいはい、そうそうそう、はい、笹の上なんかな、わかんないけど、まあまあやっぱ食べ物を食べ物の上なんかな、動物っていうのはこう、まあね、大事なものを取ればね、動物の闘争本能を引き合わせたと思って、なるほど、結構買い打ちされちゃったわけだけど、なるほどね、はい、まあ今回ラジャパンダさんちょっと東京に来てるかどうかちょっと私も把握してないんですけど、ああその辺は、まあ、おそらくこれね、当然来てなくても後々映像とかで、ね、見ると思いますので、ね、今はもう幼稚園児から YouTube やってる時代だから見てるでしょ、ね、まあ見てるでしょうね、何かしら見てる、まあ、今日しかもこれ生配信されてるんで多分 YouTube の生配信で見てるんじゃないかなと思いますので、ラジャ君はパソコンのボタンとか押せるの？押せますね、彼はこれだけで手一杯だったけど、うん、その辺はまあこう現代っ子と昔の人の違いですね、そうそうそう、生まれた時からインターネットなわけだ、はい、まあじゃあ明日の試合ちゃんとラジャパンダよく見ろと、よく見とけということですね、はい、ありがとうございます。さあアンドレザさん、まあ自分の息子さんがね、まあ、この試合について、まあ多分見ると思うんですけども、まあ、そこを踏まえて、明日の試合どのような感じで臨みますでしょうか。はい、ああ、そうなんですか。あまり話したくない。あまり語りたく。ですね、ちょっと今アンドレザ家ですね、家庭内事情がちょっと複雑でございまして、何年かは嫁がエステグレイになってた。はい、嫁さんエステグレイになってる。おう。そうなんですけども。息子がグレだか今度。ちょっとブレたらしいですけども、それに関してはこの後第2部の単独トークライブの時に赤裸々に語ると申しております。ちょっとここでは言えないと、それを言うとそれをスタッフ小林に知られるとちょっと弱みを握られる形になるので、家庭内チワワを握られてしまうんで、俺は聞かない方がいい。ちょっと今はそれラジャに関しては今は言えないと、昔今は書けないっていうね、このパンダ大人になったんだね、そうですね、まあ、そういう空気を読む家庭の事情があるんだ、はい、なのでまあラジャに関しての気持ちは、この後第2部で喋ると言っておりますのでよろしいでしょうか。はい、はい、ということでございまして、はい、以上でございます。はい、というか今日キャメラが2つもあるんだね。だそうですよ、民放が来てますよ、民放がそう、北海道からねすごいね、よく経費出ますよねそうだね、はい、そうだね、はい、他にございますでしょうか。ニコプロさん、何か質問がございましたらお願いできますか。はい、大丈夫です。いやいや、大丈夫ですって、大丈夫ですって、大丈夫って意味がわからない。アメリカから来てんだぞ俺は。何言ってるんですか。テキサスから来てんだぞ。テキサスから来てるのに大丈夫で終わらせたらそう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 、はい、さあニコプロさん、質問の方お願いいたします。あ、マイク、はい、さあ、あの方のセンスが問われますね。プレッシャーがね、カメラマンでしょ。いや、はい、ではちょっと、そうですね、はめますね。まあ、先ほどテキサスから来られて日本に来たらこうマスクをずっとしなきゃいけないっていう、そういったところの違いで結構辛いみたいなお話もありましたけれども、まあこうコロナ禍の状況はパンダ選手はもうずっと日本にはいらっしゃるので長くいらっしゃるところだと思うんですが、そのあたりスタン小林選手の不安とかはないですか。はい、コロナ禍というところでのそのコンディション作りとかそういったもの、こちらはもうずっと日本にいるんで、まあ、慣れてると思うんですけども、まあね、またちょっと違う土地にやってきての明日の試合になるわけでございますけど、コンディションの方は大丈夫なんでしょうか。いや、まあとりあえず岸田政権になっていろいろ緩和されたんでね、はい、だ前来た時は本当に面倒くさかったんだよ前はね、まあ、ちょくちょく来てたんですけど、はい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 、なんかなんとか証明だね、PCR 受けるだとか、成田の近くに1週間ぐらいいなきゃいけない、そう、2週間待機だ、はいはいはい、ね、そういうのと考えればね、まあとりあえずこれしてれば、ね、大丈夫なんで、うん、はい、だいぶ楽になりました。じゃあコンディション的に不安は明日はないですか。コンディション的にはそうですね、まあ日本の地下鉄も普通に乗れるし、うん、はい、全然大丈夫です。全然大丈夫です。全然大丈夫、全く問題ないと、ね、ちょっと息苦しいから、さっきもう全然言ってましたからね、ほんとこれ息苦しいねちっちゃいっすよね、マスク大丈夫ですか。いや、一応 4L 買ってるんですけど、これで 4L なの。 4L です。そうは見えない顔のデカさですね。一瞬外していいですか。でいいですよ。ちゃんとケツアゴになってる。あ、ちゃんとこれね。テキサスの人はみんなこのアゴしてますからね。これね、はい、これを見せたかった。
はい、なるほど、はい、質問の答えとしては、こういう状況でも不安はないと不安はないですいうことでございますありがとうございます大丈夫でしょうかもうテキサス的にはコロナは終わってるんで、はい、大丈夫ですテキサスではコロナはすでに化石になってると化石になってますねうん、なるんですね、はい、分かりましたはい。じゃあ他にマスコミさんでコメキに、まあ、特にアンドレザさんにこう質問したいこととかもしあったら、挙手お願いしたいですけどもはい、じゃあどうぞはい、北海道文化放送の、港と言いますはい、ご苦労様です、はい、ご苦労様でした、ですね、それぞれお互い の、まあ、選手に対してですね、まあ、どこが弱点だなとというか、なんかここを攻めてやりたいっていうか、なんかあればですね、教えてください。まあこれは明日の本番を前に、まあ言える部分と言えない部分があると思うので、言える範囲で構いませんので、相手のウィークポイント、どこなのか、あるいはそれが言えないとしたら、見つけたかどうか、ちゃんと把握してるかどうかぐらいは喋っていただきたいなと。よくね、定石として、こういう巨漢レスラーは、膝が弱いとかってありますけど。まあ巨漢体重は末端からってよく言いますけどね。どこを攻めても包み込まれるような感触があるんですよ、はい、膝でも膝でも下半身でもねだからもう人間相手とは違う包み込まれる感触あそれが何とも言えないですね、うんはい、となると隙がない穴がないとそうなんですよ勝てないじゃないですかそれじゃいやだからまあ最悪持久戦かなと思ってあ持久戦ね持久戦あ、ね、あちょっと今ギクッとしましたね今持久戦と聞いて例えばね、うん、自分の場合もまあ165キロあるわけだから、はいね、持久戦で来れると正直嫌なわけなんですよ今ちょっと嫌な音がおおスタミナ切れかこいつもスタミナ切れか、はい、そうああそうでしたアルカップしましたね、はいまあ、全てを包み込まれるで、ねはい、偉大なレスラーだけど、はい、スタミナに何がありだろうということで明日は長期戦を狙います。長期戦何分一本勝負なのかな。一応まあ時間無制限じゃないですかね。何分一本勝負分かる方いるか。いやまあ多分まだ決まってないと思います。あ決まってない。はい、いやここでも宣言しちゃったら多分それになると思います。特に何も書いてない、ね。書いてないから言ったもん勝ちですよ。何分一本勝負。もう時間無制限一本勝負。時間無制限一本勝負でやると。時間無制限。はい。はい。じゃあ時間あいややかってますね。時間無制限やめてくれって言ってます。いや。どうすんだよ。パンダさん的には明日何分ちょっと発表的にはどうなってる？あ、1分30本勝負してます。何を言った？1分間で30回やろう。腕子供の腕相撲か。子供の腕相撲みたいな。はい。あ、まあその辺ちょっと後ほど新眠るプロレスのおっさんタイガー本部長でちょっと。競技の上決めたいと思います。そうですね。まあ長期戦には持ち込みたい。長期戦、はい、いやけど長期戦持ち込んでご自身は大丈夫なんですか ？165 キロの体重じゃねえや体重で大丈夫なんですか？正直こいつよりはスタミナある。大丈夫。はい。分かりました。こいつ葉っぱしか食ってないけど肉食ってるから。ほら葉っぱを筋肉にする酵素が体の中にあるから筋肉肉食ってるのと同じですか、ね。なんかの雑学で見たけどパンダってササ食ってるけどほとんど栄養になってないって聞いたよ。そのままスープ抜けてそうそう。なのにこんなでかいわけです。すごいの。まあ、このパンダさんは笹以外にもほら焼き鳥弁当とかエスカローとかそういうの食いまくってるんで俺もこれの根室行って食いましたグルメツアーですねグルメツアーしたかったね、はい、あなた何しに行ってるんですか北海道にグルメツアーじゃないですかそうだ食費が食費がかかってしまうなるほど、はい、じゃあ持久戦ですね明日はね持久戦ですねはい持久戦ですじゃあアンドレザさん、スタン小林選手の、ウィークポイント何か見つかってるでしょうかなるほど。おお、それは理にかなってますね。スタン小林の得意技はウエスタンラリアットだと。はいはい。言うまでもなく左腕封じ。はい。左腕に徹底的に集中攻撃をすると宣言しています。こいつ関節技とかできるのか。いやもうやるにはあとコーナーポストにつけたりとか、あるいは噛みついたりとかするかもしれない。ババさんでやった試合みたいな、ババさんみたいな、ね、できるのかいやいやいや、やるかもしれない。レスリング、ね、白黒クマですから、はい。パンダの奥の手が。はい、もう宣言してます。明日左腕を狙うと、もう今言ってしまいました。もうそれだけ自信があるんですよね。地味な試合な、持久戦の腕狙い。だからどっちが根を上げるかですよ。はい、我慢比べだな。我慢比べ。我慢比べ大丈夫ですか我慢比べ自信あります我慢比べあなた我慢しないですよねいや
小鹿の安月給で28年やってきた小鹿の安月給で28年やってきた我慢強さがあると我慢強さだけ、まあ、これは確かに有利です ね小鹿さんの安月給は経験したことないですよね、パンダさんね。ああ、してないと当然ですよ、大日本所属じゃないと当然ですよ。小鹿の安月給だから、はい、8万8000も自慢したくなるんだよ、8万8000だからね。デビューした頃は いくらぐらいだったんですか。デビュー時、デビュー時、うん、3万円だよ。3万円ですよ。デビュー時3万円でも28年この業界でなんとか生き延びてきた男ですよ、スタン小林は。けど、リング作ると2000円もらえたの。あの全部これ生配信されてますから。で、でリング作った係がノリ弁出たの。で試合後2000円もらえたの。いいね、ノリ弁いいっすね。ノリ弁がいい。はい。ノリ弁で喜んでる。はい、というわけでございました。もうちょい、もうちょい話してるから。お前だ。まあどうぞ。いや。たまに聞き返して営業の人が唐揚げ弁当買ってきて、唐揚げ弁当、はい、こちら結構じじいじゃないですか唐揚げな揚げ物食えるかって言ったから海苔弁買ってこいって揚げ物なんか揚げ物食えるかこの野郎、鮭か海苔だって言われて、鮭か海苔だって言ったんですよね、はい、それで海苔弁になったの。海苔弁もってちくわ投げたやつ入ってるまあ、大体そんな話はどうだっていいですかこれあの調印式ですから、プロレスの。はい、わかりました。というわけでございまして、他に質問がなければ、質問コーナーここまでということでございますけど、よろしいでしょうか。はい、はい、では、質問以上でございます。それではですね、調印書を挟んで両者記念撮影を行いたいので、まずこの机をどかしてください。で、2人でこの調印書を持って、ちょっと記念撮影、マスコミの皆様もいらっしゃっておりますので、はい、プレス向けに、これを持ってはい、手形が落ちてます。はい、じゃあ手形これ絶対あの数時間もヤフオクに出ると思うんで、はい、じゃあ、小林さんこれを持ってアンドレザと2人でアンドレザとの間に、はい、はい、それでは、撮影タイムでございます。持ってる、はい、アンドレザさんもちゃんと持ってくださいね。持ってる、はい、正面向きますので、あの媒体名言っていただければ2人ともそちらの方に目線を向けます。はい、よろしいですか。はい、写真よろしいですね。はい、というわけでございます。じゃあこれで、正式決定と、なんすか、なんすか何え、なんか言ってますよ。調印書に何か言ってますよ。クレームつけてますね。あ、ちょっと小林さん見せてもらいます。あはは、小林さん、何これ、スタン小林じゃなくてアボドラ小林って書いてあるじゃないですか。だってサインって言ったら、いやこれアボドラ小林じゃこれ調印ならないですよ。ならないってどういうことだよ。ですよね、それを抗議してますよ。ならないってどういうことだよ。いやだってここスタン、なんでアブドラ小林とか描いたんですかこれ。しかもなんか可愛いイラストまで含めて自然と手が動いたんで最初。これはちょっと向こうですよね。向こうってもう、はい、大の大人がテキサスから来てんだぞ。いやけどこれ怒ってますよ。俺怒ったもんよ。ほらアンドリューさんと話つけてくださいよ。これはまた見るか。いや、僕に言っても、カタラって言うのか、こっちに言ってくれないやつ、カタラって言うのか、はい、こっちに言ってくれない、カタラって言うのか、カタラって言うのか、なんだ、急に、やらおざなりの椅子、おらそして机、おらいやかおらどうし全然聞いてないよ、これ一発やってやるぞ、これやろ変化のことやっぱー、ストレート、あー後ろの鉄柱に後頭部を打ち付けた。あアンドレザが、アンドレザが、もう勝利宣言。
はい、以上、アンドレス・ジャイアント・パンダ対スタンコバヤシの東海地方試合でございました。はい、じゃあこの後ですね、スタッフさん、すみません、天柱が天柱が倒れてしまって、直し次第ですね、この後、新年度の選手の皆様の、会見の方に移りたいと思います。じゃあ、椅子も用意してますね。三脚ぐらいあれば足りるかなっていうと。あ、すみません、すみません。はい、まあ、このような代物をですね、普通に今、生配信できる時代でございますね。はい、たまたま見た人たちがこれを見てどう思うか、非常に楽しみでございますけども、はい、お兄さん楽しめてます、ね、大丈夫大丈夫こんな感じに求めていたものと違う大丈夫今のところちゃんとあの3500円くらい楽しんでますねはいよろしいでしょうか。はい、じゃあこの後はですね、フリーダムに、明日出場する選手の皆様が2人、3人、4人っていう感じで、登壇いたしますので、明日に向けての意気込みを一人一人、語っていただく形でございますので、はい、では、はい、片付けが終わったので、はい、はい、で行きたいと思います。はい、それでは、一組目の、皆様、ご登壇願いたいと思います。どうぞ。はい、拍手どうもお願いします。どうも。はい、あと2本マイクがあると助かります。壇上、あと2本マイクがあると助かります。じゃあ、久美さんの方から改めまして、お客様に自己紹介をお願いいたします。ご挨拶をお願いします。久美さん城でございます。よろしくお願いします。ちゃんと持ってるんですね、ちゃんとね、はい、まあ、今やね、久美さんもね、栽培エージェントの社長ですけどねはい、はい、お隣の方、はい、メガネのプリンス、ラブライバー、ともやです。よろしくお願いします。今でもラブライバーですね。ラブライバーやってもらってます。ラブライバー歴長いですね、これね。そうですね、本当にまだまだハマっております。まだまだハマってるんですね、飽きないですね。はい、続いて、はい、レフリー、ネハンレフリー、日陰 TDO でございますもういいじゃないですか。すいません、よろしくお願いします。ネハンレフリーとは一体何のことでしょうか。ネハンレフリーというのは通常のレフリーと何が違うんでしょうか。強いですか、はい、見てもらえばわかります。見てもらえばわかります、はい、見ればわかるだろうと。新木場ではやってないのでですよね。はい、新木場初登場なの。あ、じゃあ明日そのネハンレフリングぶりがちゃんと見られると。そうですね、レフリーで、まあ、レフリーでは来てるんですけれども、はい、まあ、どの試合さばくのかさばけないのかは、はい、その辺もちょっとまだね、わからないので。未定なんですね。未定ですね。未定なのにちゃんと東京入りしてる。東京入りしますいうわけですね。東京やっぱりいいですね。東京、はい、やっぱりいいですね。新年室勢は昨日東京に着いたんですけども、昨日は どこ行ってきたんですか、皆さん。昨日は、まあ、みんなバラバラで、はい、ステーキさんは。僕はですね、本部長とちょっとステーキを食べたりとか。ステーキを食べたりとか。あの、高円寺か中にある。あ、そうです、はいはいはい、ここに行っていた。そうですね。富山さん、昨日は。自分はちょっと入りが遅かったので、はい、まあ、ちょっと本当にちょっとした居酒屋というか、はい、居酒屋の方でちょっと飲みまして、ええ、飲みすぎまして、ちょっと朝二日酔いになりました。明日試合なのに大丈夫ですか。とりあえずは大丈夫だと思います。で、日陰さんは昨日は。私はもう、私も入りが遅かったんですけども、ええ、お酒が飲めないので、はい、単独行動で、王将で餃子食べてました。お城で餃子食べて、はい、京王プラザホテルに行ったりとかしなかったんですね。そちらね、ちょっと行かなかったですね。はい、ね、はい、あるいはスコッチを飲んでとかね、まあ、そんなことですはい、はい、では、久井さん、はい、まあ、3年ぶりの東京公演という東京大会というわけでございましたけど、まあ、ございますけども、はい、まず明日に向けての意気込みをお願いいたします。そうですね、明日まず試合が組まれてるかどうかわからないんですけど、今日はアンドレス・ジャイアント・パンダ対スタン・コバヤシ以外、皆さんね、試合がね、まだ未定なんですよね。まあ、どういう形であっても、まあ、全力でやるだけなんで、
いろいろ頑張ります。いろいろ頑張る。いろいろ頑張ります。いろいろなんですね。つまり試合頑張りじゃなくて、いろいろなんです、ね。全般的にと言いますか。ああ、はい、はい、はい、なるほど、なるほど。はい、富山さん。はい、まあ、明日はサムソン会長の3回忌メモリアルということで、来てくださったお客さんも、そして天国にいるサムソン会長も楽しんでもらえるような、そんな大会になれればなと思っております。よろしくお願いします。だって真面目なコメントですね。ようやく今あの会見やってるなって実感が今まであまりにも茶番すぎたんで、本当に、あ、これプロレスの会見だなっていうのが今、はい、じゃあ日陰さん、はい、先ほど言いましたように、東京では初めてですので、あの新木場のリングで、どの試合さばけるか分かりませんけれども、はい、思いっきりね、あ、うんとスリーカウントを上げてみたいですね。なるほど、なるほど、それがネハンレフリーなんですね。ね、は、うんなんだ。ワン、ツー、スリーでもいいですし、ね、はい、は、うんでもありますから、あ、ね、思いっきりマットを叩きたいですね。あ、はい、これは新しいですね、スリーカウントがね、は、うんだと。場外カウントの場合どうしますか。場外カウントですか、まあ、場外やったことないですよね、そういえば。はい、日陰 TDO さんがレフリングするときは皆さん場外ラットやらないでいただきたいと。やるとあの風用がなくなりますので、はい、天まではなんとか大丈夫だと思いますけれども、なんとかいけそうですか。天、入れ、分トイレル、トイレル、あ、サレ、サ、サティン、テン、ワン、テン、ツーです。テン、ワン、テン、ツー、テン、スリー、テン、フォーでいいと思う。その方が多分伝わると思います。スエルブなんて、まあ、伝わりづらいの使わなくていいですよ。はい、で、3年ぶりということでございまして、まあ、前回のそのね、新競馬大会の試合をちょっと振り返っていただきたいと思うんですけども、まあ、下木さんにとって前回どのような感じで残っております。いや、まあ、前回の第一試合オープニングでしたよね、永田裕二郎さんと。そうですね、はい、めちゃくちゃ緊張したっていう、もうでしょうね、一発目だし、もう何でしょうね、本当なんかもう普段は基本緊張しないんですよ、はい、そんな試合前とか。あの3年前に限ってはもう引くほど緊張してました。生涯で最も緊張した。そうですね、あ、ちょっとなんか倒れそうな感じ、意識がなくなりそうな感じに当然なったんですよ。意識がなくなる、スーッとなんか血の気引くっていうか、それはそれでちょっと見てみたかったですね。意識を失うことと、試合もやってないのに意識を失うみたいな。本当ね、とにかく緊張したっていうのを。じゃあもうそれを経験すれば明日は割とリラックスして。そうですね、できますよね、相手が誰であろうと。まあ大丈夫でしょう、はい、はい、やはり我々としてやっぱりこう下木三四郎を名乗ってるからには、やっぱり本家の方のね、 あれやこれやをちょっとオマージュしていただきたいなと。まあそうですね、何か考えてます、その辺は。まあまあそれはいろいろと、いろいろとちゃんと考えてるとありがとうございますいうわけなんですね。はい、じゃあ楽しみにしておりますので、はい、はい、富山さんは、3年前の試合、まあね、えらい活躍したわけでございますけどもね、はい、あれから3年経って、どのようなものとして残ってますか。まあ、第3試合でちょっと、本部長と組んでやらせてもらったんですけども、まあ、本当に、まあ、下木さんもさっきおっしゃられたように自分すごく緊張したんですけど、入場するときにお客さんを見たらもう腹をくくってというか、はい、そこでもう吹っ切れて、試合に集中することができたなと思うのと、まあ、本当に自分自身あんなに眼鏡が飛ぶんだなっていうのが本当にびっくりしましたね。ね、あれびっくりしましたよね、はい、あれはあの日思いついたんでしたっけ、あれって。あの日、もともとは、前日の前夜祭、あの台風で中止になってしまった前夜祭でちょっと配ろうかなっていうのを、それをだったんですね、はい、考えてて、最初は50個ぐらいしかちょっと注文してなかったんですよ、はい、メガネを、はい、でちょっと台風がまずいぞとサムソン会長がおっしゃって、うんうん、じゃあもう入場時に配ってしまえばいいじゃないかと、はい、今何個買ってるんだと、50個です、うん、じゃあ追加で150回メガネって追加で150個買えるものなんですか。買えるもんなんですね。どういう買ってきたんですか、あれ。あれは、うん、そうですね、まあ、特殊のルートがありまして、特殊のルート、はい、メガネの特殊のルート、ちょっとメガネ特殊のルートがありまして、それでもまあ、はい、50の時でもびっくりされたんですけど、追加で150ですって言われたら、何に使うんですか。
そうです、合計200個使うわけないもんね、1人が。ああけどあれはね、ほんとみんな喜んでくれてね、私も1個いただいて、未だに家に飾ってありますけど、 ありがとうございます。あれ1個1個だってサイン入れたんでしょ。はい、1個1個サインをちょっと書かせてもらって、ほんとに50個ぐらいからほんとに俺は何をしているんだろうと思ってました。そう思っちゃダメ、この世の中そう思っちゃ終わりですから。俺はなんでメガネにサインを書いてるんだろうと思いながらちょっとサインをさせていただきました。今回は、今回はまあ明日のお楽しみということでよろしくお願いします。わかりました、明日のお楽しみですね。ありがとうございます。はい、日陰さんは3年前は台風で台風で来れなかったうちの一人です。ですよね、はい。今回じゃあ、まあ、あのトークではね、はい、あのこちら東道会にね、はいはい、あの出演いただいてるんですけど、はい、試合としてはじゃあ、そうですね、明日が初めてなら新木場のファーストリングに立つのは初めてですから。いやそうか、じゃあ新木場の中に足を踏み入れること。いやもう踏み入れてないですね。あ、今回初めて、はい、今回初めてです。そして、ね、プロが使っているリングに上がるっていうのは、はい、もう、ね、恐れ多いですね。それこそサムソンと昔からねプロレスモークをやってたな中としては、うんうん、本当は一緒に上がりたかったですけどね。いやそうですよね、はい、そう、新木場ファーストリングはね、リングはあのまま置いてあるんで、はい、同じリングに宮原健人とか石川修司とか諏訪間とか、はい、ああいう人たちが普通に上がってるところに、はい、あのネハンレフリーが上がると上がるということになりますよね。いいんですかね。いやいいと思います。いいですか、ね、はい、はい、あのちゃんとあの新木場さんにあの借り賃払ってれば全然いいと思いますけど、はい、大丈夫だよね、払ってますよね。大丈夫大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。トンズラするとかそういうのはそれは大丈夫です、はい、じゃあ明日、その初めての新木場ということで、はい、初体験が楽しみだと。初体験が大変楽しみですね。この年で初体験が楽しみっていうその笑顔を言われると私もいろんなものがそこはそこはもう、はい、もういいじゃないですか。もういいじゃないですか。決め上げてきますね、それはね、はい、ありがとうございます。はい、それでは、最後に明日に向けて、今日あの集まりいただいた皆様に意気込みをお願いいたします。それでは下木さん。はい、ですね、3年ぶりの新木場なんですけど、もうあの選手一同みんな一生懸命やると思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、まずは本日お集めいただき本当にありがとうございました。まあ、下木選手も言った通り、明日は選手全員で本当に盛り上げていきたいなと思っております。どうかよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。明日は選手が頑張っております。どうぞ。はい、明日に向けてもうみんなもう何ヶ月も前から、練習、その他いろいろと頭の中もぐる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 巡らせてやってきましたので、その成果をね明日出して、サムソンに捧げたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。智也選手、そして、日陰 TDO レフリーでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後の質問を聞いてください。はい、すごい、なんか会見っぽくなってきた。はい、ありがとうございます。あの、お高さにまた大事に。はい、では、さっきからあの出番を待ってるあの新年度の皆様、後ろで見てるんですけども、ブラザーガッキーさんのあのにやけた顔があのすごいあの目に入ってくるんですよね。非常にあのなんていうかオリジナリティあふれるにやけ顔だなというわけでございますけども、そんなブラザーガッキーさんも後ほど登場するということでございまして、それでは続いての皆様どうぞ。さあ誰でしょうか。おお、来ましたね、来ましたね、はい、はい、まあ、はい、と、あ、そして、あ、盗撮来ましたね、盗撮、早くも盗撮しております。わあ、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。はい、そしてドラフトコーナー、はい、お三方でございます。はい、それでは、はい、では、ご紹介お願いします。どっちからか、あ、あの、コーナー、はい、あ、こっちから、はい、タムが入っております。はい、当たって、頭当たって、さっきから、はい、どうぞ。ミルクメーカー、ブラッドコーナーです。ミルクメーカーってやってるんですね。そうです。牧場で働いてる。本職の方が、本職の方がミルクメーカーだと。はい、あのミルクの雨を降らしてるんですか。それをするとやばいですね、ちょっとミルクの雨、ちょっとあれです。雨は降らしてないですけど。なるほど、はい、そんな、本業酪農家の、ブラッドコーナーでございます。ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、そして、まあ、日本屈指のね、あの盗撮の達人でございます。はい、MC マシーさんお願いいたします。お、早くも。
みんなもうニコニコしてますけど、これ盗撮されてるんですか？大丈夫ですか？はい、盗撮実況 MC マーシーです。よろしくお願いします。口調までだんだん見てきましたよ。そうですか、そうですか。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは、マイマッハさんにお願いいたします。はい、新年のプロレス東京支部アロハ対マイマッハハヤトです。よろしくお願いします。というわけでございまして、じゃあ先ほどと同じようにですね、明日に向けてでございますけども、まあ、前回3年前を踏まえての明日ということでちょっとお話しいただきたいと思います。はい、それでは、ブラストコーナーさん、はい、明日に向けてどうでしょうか。まあ、そうですね、明日ですね、まあ久しぶりに新根室プロレスを見て喜んでもらえればいいかなと思いますね。すごいローテーションですね。はい、落ち着いてますね。そうです。ああ、これ、通させると、通させると気をつけなきゃいけないですからね、これね。はい、隣にいる人ほど通させしますからね。ね、離れてるところよりも隣の方が気をつけなきゃいけないですからね。はい、はい、まあ、前回は、試合戦ってみてどのようなものとしてのことですか。そうですね、まあ楽しかったですね、すごい楽しかった。はい、やはりお客さんの反応とか。そうですね、あのね、プロでもね、みんな戦ってるところでね、はい、俺らができて。みんなそれ言いますね。すごい、まあ、嬉しかったですね。はい、チキマで試合見たりとかは。あ、一回もないです、ね。あ、じゃあ本当にもう遠いところにあった会場。そうです、そうです、会場で。テレビでしか見たことない。自分ができたと。できた、はい。もうたまらない思い出が残ってる。感動しました。ああ、その後のこう人生に何かこう影響を及ぼしました、その新木場のリングを体験できたとか、何かこう気持ちが強くなったとか、あるいは彼女ができたとか、何かそのような何かございました、いいこと。まあ一回上がってるから、何かもう何つうんだろうな、その試合を見てても、ああこんなことあったなっていうのがちょっと分かるというか、あのプロの試合を見て、あ、自分の以外の試合を見て、はい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 、同じ空間でやってるなと思うわけですね。はい、まあ、そうやってこう自分が上がったってことをこう実感されてるんですね。はい、ありがとうございます。さあ、MC マーシーさん。はい、前回は、まあ、もともとね、マーシーさんはあの、まあ、MC ということで、その実況、場内実況されてるんですけども、そうですね、レフリーの方が台風の影響で来れなかったということで、はい、急遽レフリー、いや、違う、レフリーをやるのは、前マッハの予定だったんです。はあはあ、で、レスラーが来れなかったんです。そっかそっか。で、だからレスラーに変わって自分が、レフリーをやったっていう、よくわからない、あの放送席からそのまま徒歩でリングに上がって、いきなりレフリーに様変わりしたこと。そうです。けどあの時あのマジーさんが言ってたのは、もうこれが新年物の常です。何でもやります。ありがとうございます。なので明日もそういう可能性も全部あるんですか。もちろんもちろんもちろん。何やるかはね、まだ発表もされてないですから。はい、あの選手がこんなことやって、この選手がこんなことやってみたいなこともあるかもしれないですね。うん、ですよね。はい、はい、何が起こるかわからないというところでございますからね。はい、まあ、そうした中ですね、はい、3年前、まあ、あのような形で、まあ、実況もやり、そしてレフリーもやりっていう感じで、できたわけでございますけど、どのようなものとしてマーシーさんの中に残っておりますか。いやーね、素晴らしかったですね、本当に。そこはもう飾ることだけ。いやいや、本当にね、はい、もうね、感情がぐちゃぐちゃになってしまってですね、恥ずかしながらですね、あ、熱いものがですね、流れてしまいましたね、本当にあの時ね。盗撮される方もやっぱり熱い思いというのがあるもんね。そうですね、もう、まあ、盗撮はもういいじゃないですか。盗撮しながらしてたらしくなって、あの、やってるのに多めに見てくれてるんですか。このキャラの時だけはね、まあ、無罪方面ということでよろしくお願いします。もちろんもちろん無罪方面。あれから例えばその新規模を経験したことで、その盗撮の方にもこう拍手がかかったとか、そういうのか。ですね、新根室プロレスはね、解散してですね僕もね、一応キャラクターをね、一時ちょっと、新根室プロレスの方にお返ししていますので、 あそこの時点でスパッと盗撮の方はですね、あ、やめた、やめてますね。足を洗ったんです。足を洗いましたね。あ、ね、じゃあ今回久々に盗撮者としての、盗撮者としてやれるのかどうかわかんないですけど、はい、復活するってことですね。もしかしたらカメラマンやってるかもしれないですね。カメラマンやってたら面白いですね、普通にね。はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、はい、マイマッハさん、はい、はい、まあ3年前はね、試合もそうですけど、アロハ隊としても、そうですね、ね、あれアロハ隊ってあれは初めてでしたね。あの前からありました、
最初やる予定だったキャッシー中島がやるキャラだったんですね。私は前の日にレフリーから選手になるって聞いてですね、全くアロハやる予定ではなかったんですけど、憑依しましてですね、すっかり今はハワイアンになってしまいました。ハワイアンになってしまいました。どうですか、アロハタイっていいものですか。いや、最高ですね。どのあたりが最高なんでしょう。いや、もう心はですね、ハワイ行ったことないんですけど、ハワイに行った気分になりますね。疑似体験してる。そうですね。アロハ着てポンポコポンポコやるだけでハワイに行った気分になれるんで。なりますよ。めっちゃ安上がりじゃないですか、それ。そうですね。あのアロハシャツも1000円で買いましたしね。すごいですね。1000円なんですね。はい。ヤフーショッピングで1000円で売ってました。ヤフーショッピングで買ったんですね。いや、あの後、アロハ隊とか、例えばその人員を補強、増強したりとか、そういうのって。してないですか、増えたりとかしてないですか。そうですね、まあいろんなイベントでは、ハワイアンがですね、10人近く集まったりですね、はい、2人というかで終わってしまったりとか、気によってアロハタイはすごい上下するというか乱高下が激しいですね。なるほど、はい。そのアロハタイが何たるかに関してはちょっと2部の方でさらにじっくり私掘り下げたいと思いますので、はい、私もまだ今まで分かってないんですけど分かってます。分かんないでやってるんです。そうですね、はい、なるほど、分かりました。はい、じゃあ、まあ、こちらもね、対戦カードは決まってないですけども、明日に向けての意気込みを、お一人ずつお願いいたします。はい、それではブラッド・コーナーさん、明日に向けて決意どうぞ。これぞ新根室プロレスというものを見せたいと思います。おだから、まあ、皆さん見に来てください、お願いします。もう誰が見ても新根室プロレスだと分かるようなことを明日見せると、はい、見せます。牛乳ぶっかけたりとかしないですか。カパンか、わかんないですね、わかんないですね、それは。あれやってほしいですけどね。それは怒られます。なるほど、ありがとうございます。これぞ新年物というのを見せると。はい。マーシーさんは下は実況ということでね。それもどうか、本当わかんない。本当わかんないです。本当わかんないです。わかんないです。そうなんだ。いや、もしやね、明日、当日入りの人が来れなかったらそっちにもあるかもしれないです。あ、そうか。それは本当わかんないです。当日入りの方も何名かいらっしゃる。そうですね。今日来れなかった、うんうんうん、けど、明日来る予定の人もいるので、うん、それは本当に分かんないです。誰がどの役やるか、どういうことやるかっていうのは、うんうん、うちはそういう線引きがないので、うん、まあ、選手だけやるっていうわけじゃないですし、うん、まあ分からないですね、本当にね。まあ、ただやはり、まあ、通常だったら場内実況やると思いますので、そうですね、まあ、実況に向けてのちょっと意気込みをじゃあ最後聞かせていきます。はい、はい、本日来ていただいている皆さんも、新規巻きますよね。なくなるじゃん。来ていただいてるね、お客さんもね、メンバーだと思ってね、一緒に楽しんでいけたらなと思ってますので、ぜひね、皆さんで盛り上がっていければなと思っております。よろしくお願いします。はい、あ、いいですね。みんなも一緒に盛り上がります。そうです、そうです。はい。それでは、マイマハさん、お願いいたします。はい。明日はですね、見に行って、絶対良かったと思う大会をにしたいと思っております。あの今テレビで見てる方もですね、ぜひ、明日当日券ありますので来ていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今ハマーハウスにいろんな方が結構購入されてない方はね、今日のこの、 あの会見を見て明日ね、あの行きたいとなったらぜひ明日当日券でね入っていただきたいですね。はい、以上でございます。2組目は、前間隼人選手、そしてブラッド・オクラ選手、そして MC マーシーさんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。明日もよろしくお願いします。あ、自分ね、引っ越します。はい、いいっすね、やっぱ。どうもあ、こっちね。フォームが違いますよね、やっぱね。プロのフォームですよね、あの盗撮フォームがね、本当に。はい、では、続いてでございます、続いて皆様登壇ください、どうぞ。あ、にやけたのが来た。はい、こんにちは。そして、お父さんも。はい、来ましたね。新年度の大黒柱が来ましたね。また体重増えたんじゃないですか、大丈夫ですか。コロナ禍でね。ああ、それで、運動もできないし、もう。ですよね、大変ですよね。そんな食っちゃね、食っちゃねな。じゃあ、ジョーさんから皆様にご挨拶お願いいたします。皆さんこんばんは、独身発声所、ドンレオジョーさんと言います。今日はちょっとよろしくお願いします。はい、ね、
なんでそんなにやついてんの。リアルドンキーコングブラザー楽器です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ聞いてもね、本当に。はい、続いて、あ、疑惑の判定、ロスミラです。よろしくお願いします。もうすごいですね、こう精神以外にもそういうキャッチフレーズがちゃんとついているということでございます。ロスさん、ちょっと方向変わりましたね、はい。あ、そうですね。どうしたんですか。おしゃれパーマを広げついたんですか。はい、もう50過ぎてから50過ぎてから広げついた。はい、元ネタ のロス疑惑の三浦さんからどんどん遠ざかってですよね。ロス疑惑の人はこうなんかストレートでね、ちょっとですけど、ファッショナルにしていこうと思ったの迷ったんで、もう出口がわからないから瞑想中です。瞑想中。あ、じゃあこれが答えではないですね。まだどうさらさらまだ発展してはいきます。まだ続きます。なるほど。もうだんだんあの三浦さんからかけ離れてる。はい、というわけでございまして、それでは、ドンリョウさん、はい、3年前ね、まあ、この試合ね、非常に沸いた試合になったわけでございますけども、ね、まあ歴史としても含めてですけども、3年前いかがなのか残っておりますか。そうですね、まあまあまず、まあ、うちの団体が、まあ、パンダでね、あ、いなくなったで、アンドレザ・ジャイアントパンダでこう有名になった団体ですから、はいはい、まあまあ、なんだろう、まあ、言っちゃ悪いですけど、真面目にプロスして、果たして来たお客さん、喜んでくれるのかっていうのは、あ、真面目が逆にいけないんじゃないかと、すっごい不安でしたね、あ、まあ、さっき出たブラッド・オーコーだと、大丈夫なんだろう。大丈夫だ、僕ら試合に出て大丈夫なんだろうか、みんなパンダ見に来てるんだな、多分なってことすっごい不安でしたね。あ、だからもう試合開始でゴング鳴って、もうお客さんの歓声が上がった時に、いや、ここどこと思って、うんうん、いや、今までこんな、なんか歓声味わったことない、うん、すっごいなんかもう、なんだろう、まあ、今までの試合だってやってて楽しかったんですけど、はい、本当、あの3年前の新木場は人生の中で一番楽しい試合でした。お客さんのリアクションがもう根本から通常の新根室の大会の時と違うリアクションでしたもんね。本当、普段はまあ結局お祭りとかそういうイベントで、お祭りやイベントを楽しむお客さんの前でやってるんで、そうそうそう、うちの試合を見に来てるお客さんではないんですよ、うんうんうん、だから、まあ、なんだろう、見てみるかみたいな感じのスタンスで、うんうん、まあ、皆さん見てくれるんで、まあ、それで楽しんで帰ってくれてはいるみたいなんで、うん、いいんですけど、やっぱりなんか最初から新根室を見たいと思って来てくださった、うん、あの新木場のお客さん の, あの歓声とか盛り上がりが、うん、未だになんかもう、あの、思い出すと取り立てたんですよ。あ、じゃあ明日はそれをまた再現しなきゃいけないですね。そう、俺ね、そうそう、また出れるのかどうか本当わからないですけど出れるかどうかわからないですか。本当、本当思うんですけど、東京に来て出られないケースもあるとありえますからね、うちね。あ、ありえるんだ。もっと普通に、あの、まあまあ、どうね、北海道から来てるんで、まあ、来れない方がいたら、それの、まあ、助っ人に入ったりとか、うん、もうこういう組み替えがパン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 あるんで、あ、出したらこのマスクかぶって本当に何階段出したり下ろしたりやってるとか、セコンド業務だけ、そんなやったりバケツ持ったりとか、本当してしかねないんで、一度だったら。なるほどね。人手不足なんでスタッフが。ああ、それはもう明日になってみないとわからないと思う。ただ僕は思うんですけど、うん、あの、やっぱプロレスの試合って僕の持論ですけどね、はい、あのベビーフェイスとヒールがリングでぶつかり合うっていうのが、うん、僕は好きなんですよね。はい、だからやっぱヒール出なきゃダメだろうとは思うんですけどね。そうですよね、うん、まあ、普通に考えたらね、うちの団体の一応トップヒールなんで。そうですよ。そう、あの、だからいつになったら俺の肩叩いて準備してっていくんだろうと思って待ってるんですけど、いまだにこう肩叩きに来ないっていうね。いや、それ逆にヒールなんだから好きだって言っちゃった方がいいじゃないですか。そうなんですよね、そこはやっぱりほら、あの、プロモーターとかマッチメーカーで大事ですから。それでこう、富山選手のメガネぶち壊せばもう試合ですよ、もうそこで。本当、去年は本当ぶち壊してね、これで勝てると思ったんですけど、まさかお客さんがあんなにメガネをね、リングに投げ入れるわけ、ね、あの瞬間にみんな富山選手ついちゃいましたもんね。あれでかっちり流れ変わりましたね。変わりましたよね、本当にね。本当に、あそこからずーってもう、もうターンでしたからね。いや、本当レッスンマニア18のホーガン対ロックみたいな試合の途中でこうね、ベビーとヒルがこう入れ替わるみたいな。ぜひとも今回はね、本当、ま、メガネが飛んできても、はい、本当
そのまま俺がスリーカウント入れたいなとは思ってるんで、なるほどね、ぜひとも試合に出してくれと、はい、はい、ここで考えしてくれ、試合に出してくれ、出してくれと、冗談でございます、ありがとうございます、ありがとう、はい、それではガッキーさん、はい、前回を踏まえてというわけになるわけでございますけど、まあ、前回はね、まああのパイナップルを潰したりとかいろいろ、あ、今も持ってる、はい、あ、早く持ってますね、そうですね、はい、前回は、うん、試合前台風が来るとかそういったのを考慮して安全にネットを使ってパイナップルを注文しましたそう、まあ、ちょっと横着したっていうのは本当のものの話なんですけど、はい、そしたら、はい、あんま見ないで急いで買っちゃったもんで、はい、まず自分家で練習用に割るパイナップル一つと、うん、リハーサルで割るパイナップル一つ、うん、で試合で使うパイナップルと、もし輸送中何かあったらのためにもう一個で4つネットで買いました、はいはい、したら、うん、届いて箱が届いたんですけど、持った瞬間すっごい軽くて、うん、開けてみたら苗だけだったんですよ上の部分このそこだけ、はい、上の草の部分だけで、うん、これを3年かけて育ててっていうキットだったんですよねああ、はい、なるほどなるほど、ここから育てるってやつだったと、そうです、はい、でちょっとなんとか手に入れたんですけど、どうやって手に入れたんですかそれ、いろんなスーパー行きました、いろんなスーパーいいですね、試合の前日にいろんなスーパーを回ってると、はい、おー、なんとか手に、で今回はちゃんと4つ、もう1週間前からリサーチして、はい、で、できるだけ新鮮なの欲しいんで、はい、それなんか関係あるんですか、新鮮じゃなきゃいけないって、やっぱいい、いい香りがするんですよね、おお、そこも、はい、そこも含めて、おお、で、昨日、ちゃんと4個取っといてもらって、はい、持ってきました、あ、はい、パイナップル用意するの、そんなに苦労するもんなんですかね、そうですね、10月はちょっと厳しいですね、あー、はい、10月は季節もんじゃない、ちょっとそうですね、減ってきますね、あ、そうなんだ、うん、ちょっとちっちゃな玉になっちゃって、もっと立派なのは、そうですね、ちょっと小ぶりですよね、そうですね、そこまでしてでもやっぱりパイナップル潰したいと、パイナップル潰したいです、そこにはこだわりがあるんですか、こだわりがあります、なぜそんなにこだわるんですか、パイナップル潰すことに、やっぱり3年前初めて潰したんですけど、うん、あれ初めてだったな、初めて潰しました、あれ初めてなの、なんだあそこから始まったパフォーマンスですね、あ、そうだったの、はい、ずっとやってんのかと思った、いや、そのやっぱお客様の声が嬉しくて、はい、僕も初めてやった時こんな汁出んだってびっくりしてやってみてびっくり、はい、自分がびっくりするっていう、そうです、はい、これまたやらせていただきたいなと、なんすか、その辺は、はい、サイバーコングさんと連絡取り合ってこうなんかこう極意とかそういうのは学ばなかったんですか、学ばなかったっすね、あ、せっかく先人がいるんだから、そうですね、あ、なるほど、じゃあ3年前のその経験を生かして、はい、まあ、今回はちゃんと新鮮なものを、そうです、もうすごいし、まだ青々しくてこう、うん、時間経つと黄色くなっていくんですけど、まだあんまり若いと逆に硬くて大丈夫ないでしょ、あそこはもう鍛えてますんで、なんとか何のために鍛えてるんだ、じゃあもう、はい、明日はもうそのパイナップルを潰すことにかけてると、うん、そうです、ただ試合があったらの話なんですけどなかったらこれなかったらどうします、それなかったらどうしましょう、売店、売店美味しく食べよう、あ、じゃあそう、はい、お願いします、美味しく食べよう、この後スタッフが美味しくいただきましたっていうね、あー、なるほどね、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ロスさん、はい、ロスさんは前回はあれですね、休憩の間にあ、そうですね、リングに上がってちょっと時間早く間違って、はい、早めに上がっちゃって、あれが本当のロスタイムってやつですね、そうですね、はい、なんか手持ち無沙汰で、はい、リングにね、ロープ調整したりとか、そうチェックしたりとかしてたんですけど、ロープがまからさまにチェックしてましたよね、本当に降りるに降りられなくて、はい、どうしようかなと思ったんですけども、はい、会場の皆さんがあったかくてね、そう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 、すごい声援を送ってくれたんで、ロープチェックするだけで拍手が沸き起こるわけですね、ロスった時にね、おしっこちびるかと思いましたいや、ちびってよかったのに、ね、そしたら新規版ファーストリングで史上初のおしっこちびったりっていうなってたのに、明日そうなれるように、明日はこう どのようなことを、いや、うちもね、レフリー3人いるんですよなので多すぎでしょ、ちょっとそれ、僕に回ってくるかどうかわからない、あ、で、3年前の新規場の時は、はい、僕、レフリーの前に第2試合で、はい、セコンド業務やってたんですよ、そしたら
彼のガッキーのパイナップル汁全部かかってる、全部それから後始末雑巾で拭いて、もうね、南国の香りとマットのベタベタっていうのが、ね、忘れられなくて、だから今回誰が被害に遭うのかなと思って楽しみではあるんで、誰がパイナップルの餌食になるのかな。そうなんですよ。いやでもいいんじゃない、ちょうどほらあの髪型もほらパイナップルみたいなので、あと多分またこう白、そうですね、気をつけた方がいいですね。じゃあ通常であれば何かしらの試合をレフリングするっていうことですもんね。だと思いますけど、はい、じゃ あのレフリングすると仮定して、はい、明日どのようなこうレフリップを見せたいかとございますか。やっぱりあの疑惑の判定ロスレフリングというね、名前に恥じない正々堂々としたレフリングをねビシビシ決めていきたいなと思います。もうどう見てもちょっとこう疑惑がなんか似合うようなこうレフリングを。そうですね。ああ、いいな、はい、それ期待を裏切らない、レフリングをね、心がけていきたいなと。それ見たいな、こうベッタベタなこう疑惑のレフリングしてほしいですよ、ね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ小様方ありがとうございました。それでは、明日に向けて一人ずつ、お客様にお願いいたします。それではドルネオさん、はい、はい、まあね、3年ぶり、ね、またこうして新木場に戻ってこれて本当、選手一同嬉しく思ってます。見に来てくれたお客様にはね、絶対、満足して帰ってもらえるような、試合、興行を常に目指して今までずっとやってきたんで、今回も、間違いなく帰っていただけるんではないだろうかと思って頑張ります。真面目ですね。ヒールですよね。ヒールの真面目ですね。あ、そうですね。ちょっと待ってください。そうですね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ようやくようやくいいんですよ。もうちょっとあのスタン小林のいい加減さをちょっと見習った方がいいですよ、本当に。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。とりあえずよ。俺からよ。言えることはただ一つだ。リングに上がったら対戦相手ブレッツブレス。おお。出たか。違うな。はい、じゃあ、はい、パイナップルさん、はい、あ、違う、はい、じゃないお願いいたします。そうですね、あの、本当、新根室アンドレ・ザ・ジャイアント・パンダであの、みんなに知っていただいたんですが、その中にはね、こう、僕みたいな、こう、パワーでこう、インパクトをつける選手もいますので、ぜひ、あの、楽しんでいってください。よろしくお願いします。パワーあふれる人が見てくれて、どういう役どころになるか分からないですけど、明日に向けてどうしてお願いいたします。はい、明日ですね、新日本プロレス、全員、何ヶ月も前から、準備してきました。で、それをね、明日出し切るということなんですけども、皆さんの声援があれば、ね、100の力が120、130になると思いますので、で明日、新木場で温かい声援、熱い声援お待ちしております。よろしくお願いします。一切疑惑がなかったので、まともなことを、はい、まあ、それだけで明日、本気マジということでございますね。はい、そんな、ロスさんと、そして、ブラザーガッキー選手、そして、ドリネオ・ジョーさんさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後でございますね。はい、じゃあ、残すとかあと3人なのかな、2人なのかな。はい、じゃあ、まだ出てない、明日出場する選手の方どうぞ。さあ、誰が出るんでしょうか。あ、ちなみにアンドレザさんは出てこないので、先ほどあの調印を行いましたので。さあ、誰でしょうか。終わりで。あ、ストップ。ドラゴンストップがかかりましたね。マーシーストップで。あ、これで終わり。あ、二部の方でたっぷりやりますんで。わかりました。二部の方で、ね。はい。じゃあ何かしら二部の方で、考えている模様でございますので、明日出場する、新年ムのプロレスメンバーの皆様の、公開記者会見は以上でございます。はい。というわけでございまして、以上が第一部でございます。公開調印式とそして、公開記者会見でございました。皆様ご清聴ありがとうございました。第2部となります。今
ニコニコプレイチャンネルの生配信をご覧になっている皆様、ここから先は、配信はございませんので、皆様のトークライブ、そしてアンドレス・ジャイアント・パンダのトークライブが見たいという方は今から、東道館にいらっしゃっていただきたいと思います。それでは10分ほど休憩になります。